塩水角膜、塩水角膜、塩水角膜 A、ケリトコナスは眼球の角膜に起こる、非炎症性変性疾患である。角膜が薄くなり中心部が突出するため、角膜の曲率が正常範囲を超えて、小さくなる。欧米ケリトコナスはギリシャ語のケラと、角、ホーン角膜及び、ラテン語のコナス、塩水にちなむ。塩水角膜に罹患すると、 ものが変形して見え、二重に見えたり、眩しく見えたりする。しばしば比較的稀な状態と考えられているが、角膜の変成を起こす状態として最も多いものであり、人種によらず千人に一人程度の有病率である。思春期に発見されることが多く、二重から三重代に最も重篤になる。塩水角膜はまだ不明な点の多い疾病で、 病院は不明、経過は個人によって様々である。両目に、視覚的な歪みがあると患者の行動に不便をきたす、自動車やバイクの運転免許取得など、手術の必要性があり得る。塩水角膜は、ある程度謎に包まれた疾患である。国際疾病分類第10版で、H186、第9版で371.6、その他の角膜炎、 1748年、ドイツの眼科医が博士号の学位論文の中で、スタッファローマ、ダイアファナム、スタッファローマ、ブドウ種、ダイアファナム、透明なもののの名で、塩水角膜の一例を記載しているが、1854年になって、初めて、イギリスの内科医、ジョン・ノッティンガムが、他の角膜拡張症と区別して、明確に、塩水角膜について記述した。ノッティンガムは、 自身が気づいた、塩水状の角膜の症例を紹介し、不正死、副死、角膜の脆弱性、古典的特徴を記載した。1859年、イギリスの外科医、ウィリアム・ボーマンにより指示されたもので、小三銀によって、角膜を焼灼し、加えて、縮動剤と圧迫包帯を行うことにより、角膜を物理的に形成する方法であった。塩水角膜においても、 初期の症状は他の屈折以上と異なるところがない。進行に伴い近視性乱ンとなり、時には急速に物が歪んで見えるようになる。距離を問わず視力、解像度が低下し、夜間の視力はしばしば極めて低下する。患者によっては両目の視力が大きく異なることもある。はじめ、眩しさのため明るいところを避ける患者もいる。 また、読書時に目を細めて、眼性疲労をきたす場合もある。目の相用感を持つ場合もあるが、それ以外は疼痛を感じることは、ほとんどない。遠水角膜の古典的症状は、片目福祉と呼ばれるもので、片目でもものが何重にも、ゴーストのように見える現象である。これは、コントラストの強い画像を見る際に最もわかりやすい。例えば、暗い背景に天候源がある場合である。 光源が一つではなく、バラバラに散った状態でたくさん見える。典型的には散らばり方は日によって変わるものではないが、長い間には新しいパターンに変わることもしばしばである。はじめと、光源の周りにフレア状の歪みを感じるのも一般的である。患者によっては心拍に同期して像が揺れるのを感じることさえある。身体処刑を取る前に、まず眼科医、内視海外においては、 オプトメトリストの問診によって、原病歴、特に手相、及び他の視覚症状、視機能に影響を及ぼす、目疾患や目障害の起用歴、目疾患の家族歴を調べられる場合がしばしばである。ついで、ランドルト管等を用いた、視力検査を行う。視力検査における、強制視力低下の所見と、ケラトメータ、角膜率によって、角膜の局所的な率を測定し、 不正乱子、角膜の不規則な周差を見出せば、円錐角膜の可能性が示唆される。重症例では測定器の計測可能な範囲を超える場合もある。デジノスコープ、スキアスコープ、喧嘩劇を用いると、さらに初見を得ることができる。この手法は光源を前後に移動させながら、患者の網膜に長方形他の光のビームを収束させ、反射光を観測することで、 屈折の程度を見るものである。塩水角膜は、ハサミ上反射を示す疾患の一つである。これは、ハサミの二つの葉のように二つの反射体が接近したり、離反したりする現象である。塩水角膜が疑われた場合、最撃等顕微鏡による角膜の眼科的検査が行われる。進行例では特殊な検査を行うまでもなく、この段階で診断が明らかになる。 近接した状態で、約半数例で、フライシャーリンが見られ、これは酸化鉄であるヘモジデリンが角膜上皮に沈着したものである。フライシャーリンは、かすかなものなので、見られない場合は、コバルトブルーフィルターを通して観察すると良い。同様に、約半数例で、ホークト線状が見られる。これは、角膜の被白化と緊張とによって生ずる、角膜内の細かな縦線である。 この線上は眼球をわずかに圧迫すると一時的に消失する。円錐型が顕著な場合は下方視した際、下眼圏と角膜の境界が V 字型の形状となり、マンソン兆候と呼ばれる。通常は他の兆候の方がはるかに先に現れるので、古典的な兆候ではあるが、診断学的には重要視されない傾向にある。ケラトスコープが簡単な非侵襲的検査として、 用いられることがある。同心炎上の光の管をいくつか角膜に投影し、角膜表面の形態を見るものである。さらに確定的な診断法として、角膜形状解析法、角膜トポグラフィがある。これは角膜に光のパターンを照射し、その像をデジタル的に取得し計算処理を行って、角膜の形状を自動的に解析する装置である。角膜形状解析法は、 角膜の微細な歪みを検出することができる。塩水角膜は特徴的な曲率の増加を示す。この増加は通常、目の下方に強い。この手法を用いればその時動機の角膜変形がどの程度であったか、スナップショットを記録することができ、病性の進行具合を評価するために役立つ。また他の所見が得られない、極初期の診断にも特に役立つ。 図は放射状角膜切開前の塩水角膜症例である。色は曲率を示し、青い部分が曲率が小さく、赤い部分が大きい。中心部の十字型のもとに赤い部分が見られ、塩水角膜に特徴的な不正突出を示している。塩水角膜が確定したら、一下のように様々な方法で重症度を分類することができる。 角膜形状解析法の浸透に伴い、一部の臨床科の間ではこれらの用語は使われなくなってきている。アメリカ合衆国のの報告によると、塩水角膜はアメリカ合衆国において最も一般的な角膜編成疾患で2000人に1人が罹患している。しかし、報告によっては、有病率はもっと高く500人に1人であるという。 広告によるばらつきは、診断基準の揺らぎがあるためかもしれない。長期研究によると、年間の罹患率、新しい患者が発生する率は平均すると、人口10万あたり2.0であった。性別、人種による違いはないと考えられているが、これを疑う研究もあり、多かれ少なかれ、女性に多いと示唆している。日本での発症頻度は、男性6000人に1人、 女性17,500人に1人と推定されている。塩水角膜は通常両眼に発症するが、角膜の歪みは非対称であり、両目の進行度が完全に一致することは極めて稀である。片目のみの発症例は多くはなく、実際には極めて稀なもので、ただ片目の病変が軽度すぎて臨床的に見つからないだけであろうと思われる。病初期には、 片目から発症し診断されることは普通である。その後も片目にも発症するが、先に発症した側が視力がより低いままであることもしばしばである。塩水角膜の典型的な経過を追うと、軽度の乱視を呈すことから始まる。これは、通例、思春期の始まり頃であり、診断がつくのが10代終わりから20代初めである。 稀には、小児期に発症することや成人後遅れて発症することもある。発症が早いと、後の生活がより困難になる恐れがある。障害の経過は実に様々であって、数年以上も安定な状態を保つ症例もあれば、急激に進行する場合、安定している中で時折急な進行を見せる場合もある。多くの人は軽い状態で留まっていることが多い。 どんどん進行するのはたった5%である。一般的には10から20年で進行し、そこで進行が停止するパターンが最も多い。例では、角膜の膨大によって局所的なデスメ膜、角膜の内側にある層の破裂が来たされることがある。デスメ膜が修復される前に、全眼望から防水が侵入する。患者は突然、頭痛と視野の曇りに襲われる。 角膜は半透明な乳白色を停止。これを急性水腫と呼ぶ。患者は老狽するが、この症状は一過性で、6から8週後には、角膜は従前の透明性を回復する場合が多いが、白い混濁を残す場合もある。外科的方法を取るまでもなく、軟膏や眼帯によって回復は促進される。通常、急性水腫の発生は、 角膜表面の傷を増やすことになるが、時として患者の利益になることもある。塩水が平坦化し、コンタクトレンズのフィッティングが良くなる場合があるためだ。稀には、極めて重い症例において、角膜の被白化によって、角膜自体が部分的に先行することがあり、液体が詰まったビーズのような小さな突起物が、角膜表面に見られる。このような状態にた5%である。 例では、角膜の膨大によって、局所的なデスメ膜、角膜の内側にある層の破裂が来たされることがある。デスメ膜が修復される前に、前眼棒から防水が侵入する。患者は突然、疼痛と視野の曇りに襲われる。角膜は、半透明な乳白色を停止。これを、急性水腫と呼ぶ。患者は老媒するが、この症状の大部分は、可逆性で、 6から8週後には、角膜は従前の透明性を回復する場合が多いが、白い混濁部位を残す場合もある。外科的方法を取るまでもなく、軟膏や眼帯によって回復は促進される。通常、急性水腫の発生は、角膜表面の傷を増やすことになるが、時として患者の利益になることもある。塩水が平坦化し、 コンタクトレンズのフィッティングが良くなる場合があるためだ。稀には極めて重い症例において角膜の被白化によって角膜自体が部分的に先行することがあり液体が詰まったビーズのような小さな突起物が角膜表面に見られる。このような状態になっても失明することはまずない。以前は失明すると言われていたので緊急で角膜移植を行っていた。 その後の研究により、失明することはまずないことが分かったので、角膜移植をする必要がないことが証明された。はっきりと分かっていることは、この病気は生まれつきである。この病気になるのか、ならないのか、軽い状態でとどまっているのか、どんどん進むのか、生まれた段階である程度決まっている。80%は、軽度、重度は5%である。 研究が行われたにもかかわらず、塩水角膜の病院については、謎が残されている。アメリカ合衆国のユナイテッドステーツナショナル、ケリトコナスファンデーションによると、塩水角膜を引き起こす要因はいくつもある。遺伝、環境、細胞レベルでの要因のいずれもが発病のきっかけなり、うる。一旦発病すると、傍慢層、角膜上皮と実質との間の膜が、進行性に誘拐する。 角膜上皮と実質とが接触すると、細胞及び組織レベルの変化が起こり、角膜の構造が一体性をなっていく。そのため、特徴的な暴流と障害が発生する。一つの角膜の中に、変性を伴う被迫化部位と組織修復部位とが同居するのが認められるだろう。自覚的な視覚像の歪みは二つの理由によって起こる。一つは、角膜の不正な変形であり。 もう一つは露出した頂上部の損傷である。これらのために入射光が複数の網膜部位に投射され特徴的な固め福祉をもたらす。暗環境に順応して投稿が散大すると変形した角膜表面を広く利用することになるため症状を悪化する。角膜表面の損傷は角膜崩壊の一面であるかに思われるが最近の複数期間をまたいだ大規模な研究では コンタクトレンズによる摩耗が損傷を起こりやすくしており、有所権率が2倍以上にもなることが示唆されている。多くの研究が塩水角膜では、タンパク分解酵素の活性が高いことを示している。角膜実質にあるコラーゲンの過強を破壊する酵素である。同時に、タンパク分解酵素抑制物質の遺伝子発現が低い。また別の研究では、 アルデヒド脱水素酵素の活性が低下していることがフリーラジカルを増やすことにつながり角膜を構成する物質の酸化を引き起こすと示唆している。いずれにせよ角膜被判化と生物工学的な脆弱化は角膜内部の要因による角膜の障害が原因であるようだ。塩水角膜になりやすい遺伝的体質が調べられた。 代々塩水角膜を持つ家系の追跡及び一、男性創生時における罹患の一致性が用いられた。ある家系内での発病率を明確に決めることができないが、一般よりかなり発病率が高い家系があることは知られており、その程度を研究者は6から19%と推測している。責任遺伝子はまだ明らかになっていない、孤立した。 大まかに見て均一な共同体を対象とした研究が2つあり、それぞれ染色体上の16級と29を責任箇所と推定する異なった結果を出ている。しかしながら、ほとんどの遺伝的研究は常染色体優勢遺伝であろうということで一致している。ダウン症候群での有病率が高いが、その原因は今なお不明である。塩水角膜は気管支全息。 アレルギー、失神と同様、アトピー症候群と関連付けられており、ある個人がこれらの疾患のいくつか、あるいはすべてを持つことも稀ではない。一連の研究によると、目をしきりにすることが、塩水角膜の進行を促進するらしく、患者にこのような動作を避けるよう指導しなければならない。まず、現在のところ塩水角膜を完全に正常な、 角膜の状態へ治癒させるような治療法は存在しない。よって治療はレンズでの矯正によって実用的な視力が出るようにすることが主たる目的でる。しかし病状が進行すると矯正が容易ではなくなってくるためレンズでの矯正が可能になるように角膜形状に手を加える手術が存在する。また進行性のある本疾患の進行を収める方法も治療の一つである。 ただし、抑制効果は、ある程度なので、レンズを操用してもしなくても、大きな差はない。これは、レンズは、涙の中に浮いていて、角膜と接していないからである。もし角膜と接していたら、摩擦によって、傷がついてしまう。塩水角膜がごく初期のうちは、近視や乱視のため、ラガン視力が低下していくが、ハードコンタクトレンズ以外のレンズによっても、日常生活に、 支障のない視力を得ることが可能な場合が多い。禁止の度数は最高でマイナス8.50まで入れることができる。通常は強くしたとしてもマイナス7.25で作ることが多いようである。角膜が変形していく疾患で最も問題となる不正乱視を最も強制できるため、メガネやソフトコンタクトレンズでは視力が出ない目においても ハードコンタクトレンズなら、正常に近い最大視力が得られる場合が多い。しかし、円錐角膜眼にハードを合わせる技術は独特のものであり、フィッティングがあったレンズを見つけることができずに、創用感の悪さからハード継続を断するケースもある。創用感が悪くても、軽い状態で留まっていることが多く、また失明することもまずないので、決して無理をしないことが大事である。 よって一箇所の病院でフィッティングの良いレンズが見つからなくともまだまだ可能性はある。処方において最もネックとなるのが異物感である。角膜の異物感が多いがカーブが緩すぎるとまぶたへの異物感が増す。角膜の異物感は涙の少なさ。まぶたの異物感は神経過敏が原因である。神経過敏がひどくなると頭痛などを引き起こすことがある。 神経過敏な人、涙の量が少なすぎる人、ハードコンタクトレンズの処方適用不可。目が疲れている時は避けて、体調のいい時に処方してもらおう。コンタクトレンズの一種、ボストンレンズとも呼ばれ、直径が角膜よりも大きな硬い素材のレンズである。ハードレンズと同様に不正乱視を矯正する効果がある。争奪にはより熟練を要する。このレンズは、 白目の部分を足場としているため、角膜とはほぼ接触せず、ハードコンタクトよりも、創用時の異物感が少ないとされる。日本では扱っている、医療機関がごく稀で高価である。塩水角膜症例の10から15%が、レンズによる矯正が不可能になる。角膜の被迫化が進み、あるいはレンズ創用に伴う、傷自体が問題である。その場合、角膜移植、 ペニトレイティングケリタプラスティ、前層角膜移植術、PKP が必要になる。塩水角膜は、前層角膜移植術を必要とする、最も一般的な理由で、この手術の約1、4が、塩水角膜によるものである。角膜レエンティキュル部を環状切開し、ドナーの角膜を、方合、連続方合、単独方合を組み合わせるし、移植する。 角膜には直接の血管支配がないので、ドナーの血液型を合わせる必要はない。ドナーの角膜に、病変や異常な細胞がないことは、アイバンクがチェックする。術後、急性回復期は4から6週間であり、視力が安定するまではしばしば1年以上かかる。しかし、ほとんどの場合、移植変は長期にわたり極めてよく、定着する。ナショナルケリトコナスファンデーションによると、 前層角膜移植術は移植手術の中で最も成功したものであり、他に疾患のない塩水角膜癌の場合95%以上の成功率である。縫合糸は3から5年で劣化するが、患者の異物感などの収素が強ければ、回復期に縫合糸を外す場合もある。塩水角膜の角膜移植は、外来で鎮静剤を用いて行われる薬中、 日本では日帰りでも行われるが、数日入院させる場合もある。要求される医療水準と医療保険制度が異なるので、一概に優劣を論じることはできない。術後は何年かにわたって慎重な眼科的フォローアップが必要である。かなりの症例で角膜移植によって視力が大きく改善する。裸眼視力がそれほどでなくても、 傷が治れば角膜が正常な形に近づくため、コンタクトレンズのフィッティングが改善するためでいる。角膜移植後の問題は、ほとんどが角膜への血管侵入と拒絶反応と感染症に関連している。視力の喪失は極めて稀であるが、強制困難になる場合はあり得る。拒絶反応が激しい場合は、再移植が行われることもしばしばであり、かなりの場合成功する。 通常、移植後塩水角膜が再発することはない。そのような症例が報告されてはいるが、それらは、通常元の角膜が依存していたか、ドナー側の組織のスクリーニングがうまくいかなかったかで、ある。ひとたび最初の治癒期及びその後数年間が問題なく、過ぎてしまえば、角膜移植の長期予後は、通常良好である。塩水角膜においても、 内皮細胞数が十分あり、急性水種の起用がない症例であれば、表層角膜移植術、エピカラタフアキア、または、英語で、エピケリタプラスキという名の、全層ではなく、特定の層までの角膜移植術が行われることがある。このような術式のうち塩水角膜には、特にドークが行われる。角膜上皮と実質を剥離し、代わりに、ドナーの角膜、 レーンティキュルを乗せる。厚さ 0.02mm 程度の膜を傷つけないように残しつつ、その他の層を手作業で除去することは、技術的難易度が高く、前層角膜移植術より行われることは少ない。しかし成功すれば、患者本人の角膜内被細胞が残せるため、拒絶反応発生率が低く、より早期に免疫抑制のための投薬を中止できる可能性がある。 また前奏移植を受けた場合よりも外力に強く、眼球打撲などがあった際に避けてしまう可能性が低い。特に若年症例においては選択肢に含まれる。術後の視力予後は前奏移植の方がまっさるという研究報告も過去にあったが、近年の論文では視力の面で有意差なしとする論文が多い。過去の急性水種の痕跡がある場合は、 表層角膜移植術のような特定の層のみの移植は原則適応とならない。角膜移植に代わる方法として、近年、角膜実質内に臨場の白片を挿入する方法が行われている。角膜の周辺部に小さな石灰を入れ、角膜実質中に2枚のポリメチルメタクリレート製の古城白片を挿入する。挿入部位は瞳孔の両側である。 挿入後切開部を閉じる。二枚の白片は角膜を押し出す形になり、円錐状になった角膜頂上部の曲率が緩和される。この手技は局所麻酔下に外来で行うことができ、眼球の組織を除去しないので、可逆的であり、かつ場合によっては、白片の交換もできる点で優れている。薬中、イントラストロメルコーニュリ,ュリングセグマンツ。 角膜実質内リング編のアクロニムから、アイクアーズ、インタックス、アイクア、または単に角膜内リングとも呼ばれる。インタックスは商品名。2種類の角膜内リングがあり、それぞれインタックス、フェラーラ・リングスの商品名で知られている。後者はプリズム上であり、前者はより扁平でより角膜中央部から離れて挿入される。インタックスは 禁止治療を用として、初めて1999年に、アメリカ合衆国 FDA から承認を受けた。2004年7月には FDA により、適用範囲が、塩水角膜まで拡大され、フェラーラ・リングスの塩水角膜への適用は現在、FDA の承認待ちである。同じコンセプトを発展させ、角膜実質に通路を開け、そこに、 透明な合成ゲルを注入することも考えられている。ゲルが重合硬化すると、あらかじめ成形された臨場白片と同様の性質を持つことになる。角膜内リングの有効性に関する臨床研究は、短所についたばかりである。前奏角膜移植術,術と同じく、手術後もハードコンタクトレンズ内しメガネによる、ある程度の矯正が必要なことがある。 角膜内リングは現在日本で保険適用となっておらず自由診療において飲み受けることが可能であり、角膜移植よりも高額の費用がかかる。角膜内リングにあり得る副作用として挿入時に誤って全願望に先行してしまう事故があり得る。また、術後の角膜感染、白変の瞑想や脱出もあり得る。この方法は他の方法では、 管理が難しい症例で視力を改善するための一つの方法だが、まだ保証された方法ではなく、悪化もあり得る。放射状角膜切開術は、禁止の外科的治療法の一つであり、車輪のスポークのような放射状の切開を角膜に入れ、角膜の形状を変化させるものである。禁止の治療法として行われたが、現在では、レイシックレイシック等にとって変わられた。不幸なことに、 レーシックは、塩水角膜には、用いることができない。ただでさえ、被白化した角膜中央部に、さらに損傷を与えるからである。例えば、ドイツでは、塩水角膜患者へのレーザー治療は違法である。同様の理由から、塩水角膜での放射状角膜切開術は、一般的には用いられない。しかしながら、ある、イタリアの委員では、 非対称な放射状角膜切開術の変法を用いてある程度成功したという。ここでは、切開は特定の洗浄部位にのみ行われた。角膜圧測定器、薬中、超音波で角膜の厚さを測定する装置によって、角膜の厚さをあらかじめ測定し、その厚みの70から80%の切開を入れた。この イタリアの論文は1997年とかなり古いものであり、RK は現在、塩水角膜治療としても屈折強制手術としても、ほぼ行われていない。塩水角膜の進行抑制法として有効性が伝えられたものに、リボフラビンの点眼と紫外線照射のセットによる角膜クロスリンキングがある。リボフラビンは、紫外線 A の照射により、 約30分で活性化し、角膜実質内のコラーゲン加強を促進し、結果として、角膜の物理的強度を、ある程度強化する。この治療法は、ドレス電工科大学で開発され、塩水角膜の進行を抑えることが示され、角膜内リング挿入イントラコーニルリングセグマンツ、症例に用いた場合、症状を改善する場合もあった。 本法ではまだ国家的承認は受けていないが、欧米では臨床試験は進んでおり、米国 FDA は2016年にアベドロー社の KXL というクロスリンキング装置を承認している。この手法は試験実施中であり、現在のところ実施例は比較的少ないが、初期の治療法として期待されている。本法では大学病院に加えて、 屈折強制手術を扱う眼科が自由診療において行っている。あくまで悪化を予防する方法であり、この方法の手術後も強制用レンズは必要であるが、手術に至る重症例を減少させる希望を持つことができる。他にも角膜の被迫化をきたす非炎症性眼疾患がある。それらは総じて塩水隔膜よりも稀である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。